はい、皆さんこんにちは、ジョニーです。今回もグラフィックボードの修理やっていきますよ。今回もね、へえ、なるほどって思ってもらえるような内容にきっとなってると思いますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。ものはこちらです。パリットの GeForce GTX 1060 Storm X で2500円ぐらいでパリッと購入したジャンクです。あれ、すいません、ここ笑うとこなんですけど、こちらですね、オークションの某ショップさんから購入したジャンクで、症状は起動しないとのことでした。で、ストームって日本語訳で嵐でしょ？ジェットストリームとか風とか、なんか空気に関係したネーミングに寄ってる気がするのは気のせいかな。まあ、嵐を巻き起こす的な意味合いもあるかもしれないですけどね。無理だと分かっていても、ゾニーもジャンク界でぜひとも嵐を巻き起こしてみたい。さて、状態なんですが、こいつね、全体的に傷もなくて結構綺麗なんですよ。匂いも別に、匂いとかないですし、特にね、焦げた匂いとかね、で、そういうのもないですね。で、ジャンクってそうなんですが、傷が少ないコンディションのいいものってね、テンション上がるのもそうなんですけど、割と直しやすい傾向がある気がしますが、ジャンカーの皆さんそんな気がしませんか？逆にサビサビのやつだったりボロボロだったり、特にグラブの場合、下手すると3分クッキングでオーブンにぶち込まれちゃったやつとか稀にあるので、余計なダメージいったりして直せないパターンって結構ありません？こんなパターンあったよなんて話がありましたら、ぜひ聞いてみたので、よかったらコメントに経験談書いてくださいね。というか、またパリッとか。最近パリッとのグラブばっかり触ってるのはやっぱりっと気のせい？はい、というわけで分解して修理進めていきたいと思います。はい、じゃあまずは検証器に積む前にショートチェックですね、やっていきましょう。 12V、 はい、ショートないですね。 3kg とかどんどん上がってますけどね。はい、それから 3.3V、 はい、3.3V も大丈夫ですね。それから補助電源、こいつの場合は6ピン1個ですね。補助電源入力の場合は爪と反対側がプラスの 12V の入力になります。なのでこっちの 12V の方でショートがないかまず見ます。はい、ショートないですね。 OK ですね。検証器の方に積んでちょっと見ていきましょう。症状としては画面出ないってことだったんで、どんな感じになるか見てみましょう。電源入れます。電源オン。あ、ファンも回んないですね。画面にもシグナルの反応が来ないんで、全然動いてない感じですね。あ、何が悪いんだろう。はい、こんな感じになってます。じゃあちょっとね、分解して詳しく見ていきたいと思います。今回は封印シール一応あるみたいですね。開けられてんのかちょっとよくわかんないんですけど、じゃちょっとバラしていきましょう。 1,2,3,4 ですね。ネジ普通に硬いね。はい、でそうするとカバーが外れてきますね。こんな感じで、でコネクタが、うわー、中ホコリが結構あるな。軽く閲覧注意だね。ヒートシンクとかも邪魔になるんで取っちゃいましょうかね。めんどくさいから破っちゃいましょうか。そうするとヒートシンクが、あ、外れましたね。開けられてない感じですね。グリスがほらちゃんと形がね、あるんで、あとこれも取っちゃいましょうかね。ヒートシンクも取っちゃいましょう、ついでに。あのね、パリットのグラボってね、あれなんですよ。回路図もそうなんだけど、レイアウト図見れるツールってあるんですけど、あれがね、パリットってあんまないんですよね。一応サーマルパッドも綺麗ですね。じゃあそしたら、ここまで分解したんで、ちょっとこの状態で通電させてみたいと思います。あとちょっとグリス拭いてテープ貼って。そこまで別に硬くはないですね。ちょっと乾いてはいるけど。変わってはいるけど、まあまだ油分は残ってるというか。またね、コアの方に貼らせてもらいますね。通電の準備できたんで電源入れていきます。電源オン。はい、 12V きましたね。まずね、補助電、そっか、テスター用意してなかったよ。これ危ねえな。はい、今通電中ですね。そんで 12V ね、入ってきたところここです。 PCI の 12V 入ってきたところ、ヒューズのところから抜けてって、ヒューズは切れてないですね。補助電源の方、先ほども言ったんですけど、この爪と反対側の腹のところが 12V になりますね。ここから入ってきますからね。はい、 12V 来てる。でこれがね 1.8 ですね。ここがね 1.8 出てないですね。でこれがね 1V ですね。 PXVDD、あ、これも出てないね。じゃあ 5V。
5V も出てないね。 28mV 出てないに等しいですね。あれ、じゃあそうすると電圧何一つ出てないな。コアとメモリの電源に関してはですね、まずこの 5V が電力出力しないとどこも起動できないんですよね。なのでここも当然出てないです。まずはこの 5V 起動しなきゃどうしようもないですね。はい、ではそしたら基板の外観チェックの方ですね、やっていこうかなと思います。じゃあね、こっちの方からね見ていきます。ちょっと待って左上の方から行こうかなと思ったらいきなり見つけちゃったんだけど、これまたこれ部品ないな。これここメモリの裏になるんですけれど、ここはコンデンサーじゃなんじゃないかなと思うんですよね、感じ的に。こっちもで、さっきあのね 5V がね出てなかったじゃないですか。多分ここは起動しないっていうのとは関係ないと思います。こうやって欠けてるとどっかぶつけてね、コンデンサーショートさせてってのがあるんで、ショートないかどうかだけ見てみますね。テスターの方ちょっと見ておいてください。103だからショートは大丈夫だ。ここも同じラインだな。メモリのライン見てなかったんですけど、見ときますか。多分これそうだと思うんだよね。数字的にこの下の方がメモリの電源みたいですね。ここがショートはなさそうな感じです。だから例えばね、これ取れた拍子にどっかぶつけてコンデンサーショートさせてるとか、そういうのは今回多分ないのかなとは思います。でせっかくだから見ちゃいますけど、上3つがね GPU のコアですね。 NVVDD が今回3フェーズですね、こいつの場合は 0.3 オーム。はい、そんな感じになってますね。他に欠けてるのとかないかどうかちょっと見ていきましょうか。一箇所あるとね、複数あってもおかしくないんてか、最近こう裏面の破損のばっかりしか当たってないよな。こんなのばっかりなんですよ、最近ジャンクを買ってもね。一応今これメモリ裏見てます。はい、で今度ちょっと左の方見てみましょうか。今回の場合はこれねマザーバースですね、撮影の関係でつけてます。これなあ。でここはねメモリー表面実装されてないんでコンデンサーが乗ってないですね、ここはね。だって今までの経験でね、一箇所ああいう風に欠けたりとかすると他のとこもね大体やってんですよね。大体やってる。これあれか、裏返ってるだけだな。これはね他に飛ばされてるのはないかな。あ、一応これ6ギガ版ですね、6144メガ。あ、さっき消化するの忘れてましたね。フェーズコントローラーは81174。うわっ、ここなんかちょっとこれ水かかってる感じしてますね。今何箇所か錆びてますけど、これ DVI 端子がこうついてるじゃないですか。 DVI 端子のパターンがここなんですよね。そこに行ってるコンデンサーですね、これ。コンデンサーと抵抗という感じになってて、回路図ではね一応こんな感じになってるんですけど、まあここは動作にはねそんなに支障はないと思います、この部分に関しては。おっと、ここもやられてますね、これね。左とね、右と、このパッドの状態、これ見てわかります、これ。ちょっとね、拡大しましょうか。超拡大しますね。ここら辺一体全部、これパターンも剥がれてるね、ここ。いやー、どうなってんだ、これ。こっちはパターン生きてんだけど、これちょっとわかんねえけど。はい、で、ここのパターンね、見てほしいんですけど、これ左と右とありますけどね。左はもともとこれは部品が乗ってなくて、ハンダがこんもりになってるんですよ、富士山みたいにね。でそれに対して右どうですか、ここなんか直線的になってますよね、ここね。であと下の方もね、ここ部品がいたんですよ。だからここ部品もぎ取られてます。当たってる感じありますよね、こういうところとかね。部品未実装のところはだいたいこんな感じになってるんですよね。まあ丸くなってるんですけど、ここもひどいな。どうなってんだろう、ここ。うわー、スルーホールから来てるとこだ、これ。いや、マジか。これ繋がってんじゃないかな、もしかして。ここパターンの状態がどうなってっかわかんないんですけど、これ繋がってんのかな、こっち。テスターに反応はないですね。そうなると多分ここのスルーホールから出てきて、
ここに何がいたかちょっと分かんないんだけど、単純にこういう風につながってるだけですよね、多分ね。下は下で、これ SC だから、多分これコンデンサーなんですよね。これ結構バカでかいコンデンサーついてると思うんで、あー、こっちパターンでつながってるね、ここね。まあこれどういうあれなの、熱かかってるとこじゃないのかな、うん、まあいいや、ちょっと分かんないけど、ここね、つながってるんですよね、パターンがね。だから感じ的にこれでかいコンデンサーとか SR ってなってるんで、普通の抵抗じゃないんですよね、これね。だから多分電源系で、この真裏ってもしかすると 5V 系なんですよ。これがあの 5V 生成してるコイルと、それから半導体と、これ多分ねレギュレーターだと思うんですよね、こいつね。型としてはまたこのパターンか、08イコール U3N ってやつで、これ後で調べますけど、これあの 5V 生成してるレギュレーターっぽい感じなんですよね。だからこの真裏なんですよ、なくなっちゃってるのが。なので、ああ、あとこっちもそうだね、これね。これもなんかもぎ取られたような感じになってて、どうなってんのこれ。こっちにもいたのかな、わかんないけど、多分同じパターンなんだよね、これね。音だ、そっか、多分ここは繋がってると思う。で、これも多分今導通しちゃってるかな、してないか。あ、これゴミだね。こことここが導通してて、上のこことここが導通してるんで、並列になってるんですよね、ここがね。で、この並列のパターンだと、だいたいコンデンサーだったりとかするんですけど、何が乗ってたかわかんないですね。いやー、これ困ったな、これ。グラボのメーカーはパリットなんですよね。パリットの場合はね、結構基板設計とかそういうのが普通と違って特殊で、回路図とか、あとはボードレイアウトね、見るやつ、ボードビューっていうのがあるんですけど、あれがね、全然出てこないんですよね。だから、ここに何が載ってたかって探すのがかなり面倒な感じですね、これね。で、グラボってみんなそうなんですけど、5V がまず出ないと、他のところの電圧って出ないようになってるんですよね。だから、今回はここの修理になりますね、多分。ああ、それとあと、こっちのね、メモリの方、あとコンデンサーの復旧。まあ、ここなくてもね、動くとは思うんですけれど、多分コンデンサーなんですよね、ここね。感じ的に割と外周にいるやつだったりとかするので、ね、他のとこ見てもそうじゃないですか。割とこの外周の部分にね、いるのがコンデンサーで、大きいコンデンサーとちっちゃいコンデンサーみたいな感じ。多分だからこれまで22マイクロとかだと思うんですよね。10マイクロ22マイクロとかそんな感じだと思います。で、ここも多分10マイクロ22マイクロとかそんな感じだと思います。これは手持ちのね、また余ってるやつでつけてあげればいいと思うんで、ここはいいんですけれど、あ、他のとこ大丈夫かな。ここ見たっけ、他のところ、この辺とかね。大丈夫かな。そうで、あとここね、なんでその電源系かっていうと、あのパターンがね、太いんですよ。パターン見えるかな、うまく。こっからこういう風な感じになってるんですよね。で、多分ここ電源部だと思うんですよ。スルーホール4つも使ってやってる、またはグラウンドなんですよね。まあグラウンドこういうとこなんですけど、スルーホール複数使うんですよ、電源とかそういうところって。だから多分ここ電源部で、SR なんで、多分これもしかすると他あるかな、どっか。あ、そうそうそう、こういう風にね、 SR っていう風になると、まあこの基板の場合はですけどね、この基板の場合はこういう大きい抵抗、しかも抵抗値の低いのを使うことが結構多いので、あと例えばコンデンサーだったらね、 SC87 コンデンサーなんですよ。 SR って、あー、ここもなんか緑色吹いてるな。まあでもここはね、実装部品ないから、ここはまあどうってことはないんですけど、他に SR ってどっかないかな。これさっきのとこだっけ？そう。まあだから SR ってね、こういうでっかい抵抗なんですよね。あ、ここもそうだね。ここも SR66 ってのがあって、こういうタイプの抵抗ですね。こっちも 1R0 って、これ1オームのね、抵抗なんですよね、これね。1オームの抵抗なんじゃないかなと思うんですよ、ここ。SR96。で、SC92 ってのは、ちょっとね、これから調べるんですけど、まあそこそこ大きいコンデンサーだと思います、ここは。そんな感じですね。なのでまずはこの 5V のここを復旧させてからですね、話はね。ここはね、乗ってないので、1個2個3個4個5個かな、はい、そんな感じになってますね。今回は
ここの 5V のところを直して他の電圧が出るようにっていうところまで持ってってからですね。でその後ちょっとどうなるかっていう感じですね。はい、じゃあちょっとこれ調べてきます。はい、それではなくなっちゃった部品 X たちをどうするかなんですけど、まずはこのレギュレーターが何なのかというところから攻めていきますが、調べてみるとこいつは RT7296F であることが分かりました。データシートもあったので見てみるとこの部分ですね、しっかり表面のマーキングに08イコールと書かれていたのでこれで間違いありません。さて機種は違いますが、同じ 5V レギュレーターを使っているギャラックスの回路図と RT7296 のデータシートを見比べ比べてみると、ほとんどサンプルの回路図通りとなっていることがわかると思いますので、これを元になくなった部品たち X を割り出していきます。部品欠損はこういうのがあるので結構面倒なんですよね。まずこの IC の電源部分が2番の V インになっています。基板を追っていくとスルーホールから裏面へつながっています。裏面を調べてみると、ここが PCIe からのプラス 12V ラインでした。そうなるとここで部品 X の正体が一つ解けて、このなくなっているでかい抵抗 X は0オームということになります。ついでにもう一つ謎が解けて、 12V ラインに入っているこの22マイクロのコンデンサーは、基板で見るとここは22マイクロのコンデンサーがつくことが分かりました。そうなるとここの小さい方のコンデンサーはというと、実はこのスルーホールは基板の槽内のグラウンドにつながっていました。なので 12V とグラウンドの間に入っているもう一つの部品 X はというと、この 0.1 マイクロのコンデンサーで確定するんですね。ちなみにこの回路ではイネーブル信号は 3.3 ボルトラインから1キロオームの電流制限抵抗を取って6番のイネーブルに入っていますが、このパリットの基板では PCIe の 12 ボルトからの電源をこの2つの抵抗で分圧して6番のイネーブル信号としていますので、ここも微妙に他の基板と違う部分なんですよね。さて最後に残ったここの部品 X なんですが、まずはここがコイルの先へつながっている 5V のフィードバック用の回路パターンで、回路図で見るとこの部分になります。 15pF のコンデンサーと 40.2kg の抵抗が並列になっている部分へつながり、 RT7296 の8番フィードバックへつながっているので、この場所の部品 X は0オームということになるわけです。ちなみに隣にもう一つ並列のパターンがありますが、これは空きパターンということになります。なぜなら0オーム抵抗と並列に入る部品に意味がないからですね。はい、これで全ての部品の正体が分かりました。なくなっていたのは大小それぞれの0オーム抵抗と22マイクロのコンデンサー、それから 0.1 マイクロのコンデンサー、この4つだということが分かったので、早速修理作業に取り掛かります。
修理の方が一通り終わりましたんで、ショートチェックだけやって通電してみましょう。じゃあテスターつなげて、お約束の 12V ラインですね。はい、OK ですね。ショートなしです。それから補助電源ですね。はい、補助電源もショートなし。OK ですね。じゃあ 5V のところ行きましょうかね。ここ直したところですね。この裏ですけどね。はい、5V。はい、OK ですね。ここは 1V だったかな。PXVDD。58オーム。1.8V。はい、10キロぐらいですね。大丈夫そうだな。じゃあ、あと裏面で、メモリの部分ですね、ここは。はい、100オームぐらい。まあ、こんなもんでしょうね。上3つがこれ、コアの電圧の NVVDD、0.3 オーム。うん、大丈夫ですね。はい、じゃあそしたら一応ですね、直したところについてはちゃんとつながってるのを確認してあるんで、電圧は出るようになるんだとは思います。じゃあちょっとね、この後通電してみたいと思いますんで。はい、じゃあ通電準備の方が整いましたんで、ちょっと通電の方してみたいと思います。さあ、果たして 5V 出るでしょうかね。いきますよ。電源オン。うん、大丈夫そうですね。じゃあ、各部電圧測っていきましょう。まず 5V ですね。はい、5V 出てますね。 OK ですね。それから 1.8。 はい、出ました。 1V PXVDD OK ですね。あと裏面ですね。コアの電圧関係どうでしょう。はい、 0.8V OK ですね。じゃあメモリです。1.3V。 はい、これで全部電源の方は復活しました。これで多分動くようになってると思います。じゃあちょっと組み込んでですね、実際に動かしてみようと思います。はい、では組み立ててですね、検証器の方にライザー経由でまだつなげてあります。じゃあ電源の方ですね、入れてみます。電源オン。はい、ファンもありましたね。ちゃんと動いてそうです。モニターもね、反応してくれましたね。はい、映像どうでしょうかね。来ますかね。はい、映りましたね。はい、バッチリです。はい、直りました。はい、じゃあそしたらですね、Windows の方を立ち上げてみて、ベンチの方ですね、回してみたいと思います。はい、じゃあ乗せ替えの方しましたんで、改めてね、電源の方を入れてみたいと思います。はい、電源オン。まあさすがにね、 5V 来てたから大丈夫かなと思ってましたけど、やっぱ大丈夫でしたね。はい、じゃあ画面の方映りましたね。大丈夫ですね。さっきライザーで映ってますからね。はい、じゃあ Windows の方もね、起動始めました。GPU-Z の方もですね、こんな感じになってます。ちゃんと1060の 6GB、今回 6GB ですね、ちゃんと認識してますね。大丈夫そうです。じゃあこれから FF ベンチの方ですね、回してみたいと思います。 FF ベンチの方ですね、やってみたいと思います。設定はいつも通り標準のフル HD、ウィンドモードでいきたいと思います。はい、ではスタートですね。ポチッとベンチの方スタートしましたね。ノイズも出てないですしね、もう大丈夫かなと思います。これでなんか耐えられない、途中で落ちちゃうとかだと多分放熱の問題になってくるとは思うんで。はい、ではそしたら終わりまで飛ばしたいと思います。FF ベンチの方ですね、乾燥したみたいですね。一応快適判定ですね。スコアが6565、まあこんなもんだと思います。ただ FPS が60切ることが稀にあったんで、1060だとそろそろきついかもわかんないですね。標準なんですけどね。はい、こんな感じですね。大丈夫ですね。修理完了です。はい、というわけで今回はパリットの GForce GTX 1060修理してみましたが、故障の原因はまたしても部品の欠損でしたね。ここまで見ていただいた方にはもうお分かりかもしれませんが、 5V のね、基本電圧が出なくて他の電源が全部入らなくなってるっていう症状でした。で、動画の中でも言ってるんですが、もう最近ね、部品欠損本当多いんですよ。今回のグラボもね、外観すごく綺麗だったので雑に扱われたというよりは、多分何かに当たっちゃって部品飛ばしちゃった感じがしますよね。
でね、今回は参考になる回路図があったので普通に直せましたが、部品欠損は資料ないと本当直すの大変になるので、皆さんね、大事に扱いましょう。ジョニーとの約束だよ。はい、というわけで、何かの参考になれば幸いです。さて、ジョニーのチャンネルでは最近こういうグラブの修理ばっかりやってますが、これからも修理動画出していきますので、参考になったら面白いと思っていただけたら、ぜひ他の動画も見てグッドボタンですね、お願いします。登録いただいている方は下のですね、チャンネル登録ボタンからベル通知の設定をオンをお願いします。はい、それではまた他の動画で。ジョニーでした。またねー。